Welcome, welcome everyone, I'm Hiro Ushio, the Comfort Ninja Hero Galaxy Slime. Today we shall be playing an amazing game, so sit back, relax, and enjoy the show. God, I love this story so much. It has such cute action. Oh, fuck. The way she just randomly just flopped on the floor like that, like... These guys know how to do a good job when it comes to, like, entertainment and a good story. I love this. It was just so out of pocket. Let's see, Matt's Garden. I had no idea Kate was so dangerous. I'm out of the mine, but ended up somewhere strange. I didn't even find any Chaos Stone. I should look around a bit. Now that thing right there looks like fun. I want to pilot it. That's going to be our mech. Doesn't look like anything too serious. There's a rocket on top of that house. What about up here? Well, let's see what's in here. このゴーレムも急に攻撃してきたりして。イストレバーか。これは登場して操縦するタイプのゴーレムの様子ね。長い間放置されてるみたいだけど、これも。教皇のゴーレムなのかな It's the Pope's Golem, yeah. 違うでしょうね。僕は見たことが…それに、教皇城からかなり離れた場所にこんなゴーレムがあるわけ。じゃあこれも、カンナのゴーレムってこと魔女君もカンナの友達？凄まじい爆発音が聞こえたけど、ひょっとして君、カンナと戦ったわけじゃないよな。戦ったけど心配いらないよ。カンナは無事だから。いや、そうじゃなくて、サンゴは無事だよな。ついこの間、やっとの思いで直したんだ。サンゴ？もしかしてピンクの巨大なゴーレムのことなら。私と戦って壊れちゃったよ。なんだって？悪霊とは戦わずに魔女と戦った？なるほど。ゴーレムにコンマ石をたくさんつけてたのは悪霊のためだったのか。ああ、コンマ石は悪霊の魔力を麻痺させるんだ。それにしても、カンナとはなんで戦ったの？そう、私はただコンマ石を探しに行っただけだよ。こんな席、はあ、そんな理由で三号がもらってくれこんな席だ Hey! We got a Chaos Stone! わーい！これで鉱山にまた行かずに済んだよ用が済んだらカンナが戻ってくる前にさっさと行ってくれまた戦いでもして壊されたらたまらないからね君って本当に優しいね。なんて名前？ジェイでいいよ。はあ、1号まで壊されたら立ち直れないよ。分かったよ、ジェイ。ところで、ここからララクマリに行く方法は知ってる？森につながる秘密通路があるんだ。ムササビ盗賊団専用だけど、今回だけ開けてあげるよ秘密通路初対面の私たちを通しても大丈夫なの本当はダメだけどまあ魔女と人間が出くわすことはないと思うカンナが戻ってくる前に早く行って残った部品では
もう3号の修理だけでもギリギリだから。I like how they kind of like tell us what we should do. Let's go through the door that was just opened. Aw, they locked the door. I thought he just opened it for me. Alright, Jay, you've been a swell bean. I will see you later. Oh, Kozan's entrance is right behind Kanna's secret tunnel. Convenient. We didn't even see it. Just right. Kozan's entrance is right behind Kanna's secret tunnel. Hurry up.アンナにコンマ席を渡そう。Alright, so Anna's house can be reached from the small teleport altar at the entrance to the Lilac Mine or via the world map, which we can do here. Small teleporter. I think it's this one.Anna's house! Yay! Let's hope she's alive. She was very sick when we last saw her. Anna! Ara, Paiberry! どうしましょう今はパイの材料を切らしていて。違うの今日はプレゼントを渡しに来たんだプレゼントこれは。コンマ石何のことか分かったみたいだなご主人様があんたのために苦労して手に入れたんだパイベリー私を心配してくれたのね気持ちはありがたく受け取るわでもコンマ石は私の体にはこれ以上効かないの事情があってねBut we got this for her, though. So, nano? Chikara ni naritakatta no ni. Sanna ni ochikomanai de. Kawari ni, ko tsukau no wa dou kashira? Chaos Stone earrings. Earrings that react to magical attacks to reduce damage.古い魔法のイヤリングにコンマ石のかけらをはめ込んでみたのこれがあれば相手の魔法攻撃を少し防げるはずよ魔力の強い魔物を相手にするとき役立つと思うわでも私はアンナの力になりたかったのなのに十分に力になったわよ誰かにこんなに心配してもらえるのは本当に久しぶりだからでも美味しいパイのお礼がしたかったんだもう少し考えてみるよそうだ聞きたいことがあるの何この前ハンナっていう子に会ったんだその子もアンナみたいに魔力がなくて名前も似ててもしかして、カンナってアンナの娘なの？娘がいたわ。ああ。その子、ミイロが生きていたら、多分パイベリーと同じくらいの年頃なはずよ。Oh no! We opened up some fields here, guys! もう10年以上も前のことよ。教皇は魔力の多い子供たちを欲しがったの。今もそうだけどね。不幸にも。私の娘ミイロは生まれつき魔力を多く持っていたわ。私たちは森の奥深くに隠れて暮らしていたけど結局勇士たちに見つかってしまったのじゃあミイロはアンナのように魔力を奪われたんすね教皇に捕まってええごめんね
悲しいことがあったなんて知らなかったよ。じゃあ、あんたはどうやって生き残ったんだ？教皇がタダで返すはずがないはずだけど。教皇から魔力を奪われた魔女はバベリア鉱山に捨てられるの。あの時に死ぬべきだったのに。こうしてかろうじて生きているわ。なのに今まで生きてたって？10年も前に魔力を失ったのに？ありえない話だな。あんたの正体は一体なんだ？まさかあんた教皇の手下か？ブラックジョー、失礼すぎだよ。いいえ、そう言われて当然よ。魔力のない魔女はすぐに死んでしまうもの。怪しむのも無理はないわ。でも誤解しないで。私が死なない理由はここにあるの。これはエイムハードの魔力。エイムハード？エイムハードは封印と結界に長けた神っす。このネックレスは彼のものなんす。まさか神殿で盗んできたとか？いいえ、私はエイムハード様の伝令だったの。これはあの方が私に預けたものよ。伝令だって？それならなおさら理解できないな。そのネックレスがあればほとんどの勇士はあんたに手出しできないはずだが。ええ、この中には魂を封印する絶対的な力があるから。でもエイムハード様のネックレスは私が力を使うことを許さなかったわ。許されたのはたった一つだけ。全てを失ってもこの命を保ち続けること。ひどい。力を許してくれてたらアンナもミイラもきっと無事だったのに。きっとエイムハード様には深いお考えがあったのよ。私そう信じているわ。 Damn. Oh, Fox, thank you for the stretch and the hydrate. I'll get to it right now. Anna! Anna! Let me just finish the cutscene. David? Pie なら後で焼いてあげるわ。今は材料がないの。そうじゃなくて、村に怪物が現れたんだ。怪物ですって。まさかこのオーラは悪霊？え？悪霊って言ったじゃなかったの？ハイベリー、まさか悪霊と戦ったの？うん、カンナが悪霊にやられそうになったところを私が助けたんだ。悪霊なら私が遥か昔にエイムハード様の力で鉱山に封印したはずなのに、一体どうして。まさかエイムハード様が消えて封印が弱まったのかしら。ダビド、ひとまずここに身を隠して様子を見ましょう。ダメだ、姉ちゃんがまだ村にいるんだ。それに勇士たちはみんな逃げちゃったんだ。セラが危ないですって？へっへー、パイベリー様の出番ね。パイベリー、何を言っているの？そうだ、パイベリー、お前は野良犬も立派に倒したじゃないか。パイベリー、村で今悪霊と戦ったら確実に勇士たちが押し寄せてくるわ。でもダビドのお姉さんを助けられるのは私だけだよ。そんな。心配しないで、私を信じて。どうするつもりっすか？村には人間が山ほどいらんすよ。勇士たちはみんな逃げたんでしょ？素早く悪霊を倒して私たちもささって消えたら大丈夫だよ。準備できたら村に行こう。Vespi, I wish I were as cute as Pieberry.
But you are an adorable little guy. What are you talking about? Let me get this stretch out of the way. Fox has given me stretches and hydrates. Okay, now where is my water bottle? Oh shit, okay, I'm out of water bottles. I need to get some more now. Hold on, guys. Damn it, I'm stepping out way too much. Where is it? Oh shit, it's down there. Let's see. I didn't even realize I ran out of freaking water. Great. Awesome. Alright. Be right back. Let me go refill these waters.
Alright, I'm back, everybody. Let me just get some stuff ready. Alright, I am back. Sorry about that, everybody. Oh, my goodness. I am, like, everywhere now. Let me put this away. I was given sushi. And also had to take out the trash all of a sudden. It's, like, the most inconvenience of timings, you know what I mean? Like, they could have asked me to do this a while back, but they didn't. But that's just how they are. Let's see. Okay, I think we're ready. Exercising the evil demon in the village. David's sister is in danger. I have to defeat the evil demon in Lilac Village. Equip the Chaos Rings. Equipment. Special equipment. Oh, okay. So if I take the blessing off, what did the blessing do? Reduces the amount of damage taken between the start of the battle and your first turn, which is pretty good. Earrings that react to magical attacks to reduce damage, magic resistance 8%. And what is this? Restores a small amount of HP with each physical attack. Defeating an enemy restores more HP. Try this. Since we are fighting, like... Damn. What? Screw it. We'll stay with these two. Skill info... Can I just teleport there? Or I guess I'm supposed to go up there. Let's continue! Oh, that's a different demon. ああ、どうして村がこんなことに邪悪なものでいっぱいだ。どうしましょう。このままじゃ村が焼き尽くされてしまうわ。おい、勇士たち、なんとかしてくれよ。このまま犬死にしろってか。どうせお前らも俺たちが絶望的だってこと分かってんだろ。今できる最善の策はこのまま誰も死なないように全員が逃げることだよ。どうしよう、セラ姉ちゃんがまだ向こうにいる。リビア様、大丈夫ですか。攻撃するたびに黒い魔力が出てくる。倒すのは無謀だから隙を狙って脱出するしかない。セラ、私が走ったらあんたも人が集まってるところまで全力疾走するんだ。あ、悪霊の間をですか。私を信じろ、今だ。援軍を待てば。あ、めまいが。
リビア様。到着。あそこで倒れてる勇士、リビアだよね。息はしてるっすね。おそらく黒い魔力のせいで気を失っているみたいっす。じゃあ周りを気にせず思う存分戦えるね。 Alright. Shield stone. 始めるよ。どれどれ。 Alright, I can hit all of them. 敵を囲い込んで。I totally forgot to summon. Ah, now I have backup. Although I wish I did that a little earlier. お呼びですか? So. どれどれ? Took out the one in the back row. That's good enough. Am I muted? I shouldn't be muted. I hope not. Oh, never mind. Are? 悪霊たちの魔力が復活していくっすよ。みんな注目。Hey! Hey! The hell are you doing, Alfredo?ララク村はこのアルフレッド様が守る。あ、アルフレッド。他の勇士たちよりもかなり勇敢だね。それに悪霊たちがあのアルフレッドを警戒してるよ。村を守るのが勇士だ。俺は何も怖くない。ほう、あのバカが振り回している棒がコンマ石っすね。やはりコンマ石は悪霊に効果があったみたいっす。へえ、ただのヘタレだと思ってたけど悪霊の弱点をうまく見抜いたね。だけどそろそろ限界のようっすね。うわあ、Damn it, Alfredo. You tried your best, though. 悪あがきはやめて、さっさと消えて。あ、あいつは。ケイト。The poor dude. He was trying his best. ほら、今よ。包囲しなさい。ちゃんとしないと、魔女と一緒に処刑台に立たされると思って。Are we really supposed to be worried about the witch thing right now? わかったから早く悪霊を何とかしてくれ。俺たちも危険なんだ。悪霊たちを教皇セルビスの名のもとに命じる。決めろ。悪霊たちが一瞬で消えた。 That was way too easy. すごいな、ケイト。周りの黒い雲まで綺麗さっぱりなくなった。 That was way too easy. ケイト、ご苦労だった。我々が村人たちを避難させた甲斐があったな。あんたたち民間人の後ろに隠れて見ていただけじゃん。なんすか。
まあお前にはそう見えたかもしれないが、たかが人間の子供が悪霊をいとも簡単に消滅させるとは。あれが教皇の力か。かなり危なっかしいが。みんな見たよね。これが教皇様から授かった力よ。教皇様に感謝しなさい。そうだな。教皇様万歳。ケイト、早く魔女も処理してくれ。私に命令しないで。また束縛を。そこの無能な勇士さん、動けない魔女くらい自分たちで倒せるよね。厄介な状況になったっすね。どうしたらいいの。さっきの戦闘のせいで使える魔力があまりないよ。あー、もうだからなんで村なんかに来たんすか。勝手にしてください。よくもカンナ様の獲物を奪おうとしたな。これでも食らえ。あと少しなのに、あいつまた。ケイト、どうしよう。魔女が見えないぞ。何やってるの。早く探して。 Hope you enjoyed the video. Please leave a like and subscribe. Come and join the Hero and Slime Army.Always say you're a good slime, and remember to be a hero to yourself as well as to others. Take care, everyone. See you in the next video.